桃黒夏のバカ騒ぎ2020配信先から、こんにちはは、桃色クローバーットが、リゾート施設の逗子マリーナから、2020年8月2日に、生配信した、オンラインライブ。ブルーレイ &DVD として、当日すべての配信内容に加えて、同年6月25日開催のオンラインライブ、ビハインドクローズドドアーズ、2020時が始まりも、 収録したものが発売されている。配信先となった、図子マリーナの屋外風景神奈川県、湘南のリゾート施設、図子マリーナを貸し切り、海をバックにしたロケーションやプール上のステージ、結婚式場などの施設内部を次々に移動しながら、歌うオンラインライブとなった。ガラス張りのチャペルではピアニストによる生演奏を取り入れ、屋台が並ぶ、特設の縁日コーナーでは、 話題故障者とコラボレーション。ドローン撮影を駆使し、クルーザーに乗りながら会場から歌を届けるシーンも盛り込まれ、無観客である状況を最大限に活かした構成となった。開催約1ヶ月前の時点までは埼玉県メットライフドームに観客を入れる前提で観客動員ライブ感染対策ガイドラインまで自主的に公表していたが、 新型コロナウイルス感染拡大の情勢を踏まえて、オンラインライブへの方針転換となった経緯がある。観客を入れる場合には静かに鑑賞してもらう想定であったため、ライブのタイトルを桃黒夏のバカ騒ぎから笑い精神祭に変更し、その名称が入ったグッズも事前販売していた。しかし、 無観客への方針転換に伴いタイトルは、ももクロ夏のバカ騒ぎに戻されることとなり、メンバーがプールへ飛び込んだり、ゾンビが乱入する演出の中で、花火が打ち上げられたりと、オンラインならではのバカ騒ぎが繰り広げられた。ステイゴールド、海を望む屋外ステージ背番号、道場仮想ディストピア、道場ゴッドスピード、広場を移動、Z の誓い、 建物併設の展望デッキリバイバル、道場無料桃源仲良し物語、建物内の個室ロードショー、プールサイド希望の向こうへ、道場ココナッツ、プールサイドを移動水上ステージワニとシャンプー、プール内を遊泳プールサイド行くぜ。回答少女、ダブルゼータバージョン、プールサイドを移動プールへだいぶ強く強く、クルーザー乗船リ、ストーリー、道場上玉物語カルペディエム、夜道もワンウィールー、 屋台が並ぶ縁日コーナーももいろ大小ドドンが不し、夜のプールサイド走れ。ダブルゼータバージョン。広場を移動君の後。ガラス張りのチャペルレディメイ。チャペル併設のバルコニーナイトメアビフォーカタルシス。屋外ステージ花火。同情この歌。同情。ありがとうございます。